はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、スライム軍団の動画を撮ろうと思います。ということでね、ステージ22のリクエストをね、一発目失敗しちゃったんですが、次、ちょっとリベンジやっていきたいかなと思います。ちょっとね、今回は、ボットとエイミーを外して、ドラキュラとノバを入れてみました。ドラキュラとノバの形に、ボットとエンジニアでね、多分昔はクリアしてたはずなんだけど、まあ、恐怖の魔王と鉄拳の組み合わせの方が、いいかなってことで、これでちょっと行ってみようと思います。まあエンジニアとボットに関してはね、まあレベルが9なので、まあ鉄拳と恐怖の魔王のところを入れ替えたらね、昔クリアしたメンバーだろうし、そっちの方がいい可能性もあるんだけど、まあこれでちょっと行ってみようかなという感じですね。さあ行きましょう。ああそうかそうか。前回の時に、あれを最初拾ってましたね。はい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 。まあまあまあやっていきましょう。11手。まずはじゃあコインの5個消しからいきましょうか。ドラキュラが1、2、3、4、5匹いますので、ドラキュラの変換入れようかな。はいはいはい。まあまあまあ、序盤の戦力としてはこれは結構、割といいスタートかなというとこですかね。5個消しできるなら、こいつで5個消ししちゃいますか。まあ、だからここ3つ消し、あ、ちょっと待って、ドラキュラの5個消し入れれるなら入れちゃうか。ドラキュラ5個消し入れて、あ、で、鉄拳もこれ、そっか。ちょっと最初に予定してた動きと違うが、まあ、鉄拳もね、5個消し入れましょう。こういう形で、次入れれば、5個5個、3個って感じで消えていくんで、最初のね、戦力整えるという意味では、これでいいんじゃないかなという感じですね。はいはい、5、5、3と。で、次は、氷消しましょうかね。で、この後どうするかというと、まあ、こっちで5個消し入れようかな。はい。で、コインが5個消せそうなので、コイン消していきますかね。ちょっとでも1個遠いな。1個遠いが、まあ寄せていきましょう。さて、なんかね、このステージの敵もね、アップデートで、俺がクリアした時とメンバーが違ってる気がする。これ触手4つ消し先入れようか。で、コインの5個消しを改めて狙っていく。まあ、ちょっと手間取ってるな。最初のね、スタートは悪くなかった気がするんだけど、これだとね、前回よりもなんかテンポは悪い気がする。ほい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 。まあ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 、でも、しっかりね、ボスまでに戦力を整えていかないと分身する人にやられてしまうから、もうちょっとね、くっつけていきたいですね。もっと道場も同じし、剣の使いが得意と。こいつらがね、結構大量に出てきて圧がすごいんだよね。守護コウモリじゃない、守護コウモリは持ってんのかも。守護コウモリは持ってるから、3つコウモリのやつが先に欲しいな。これちょっと鉄拳のパンチ前後左右のやつ取りますか。鉄拳がね、前衛に打つので、鉄拳のパンチで削っていきましょう。っていうか、まあ、すぐに抜けられてしまう。一発食らった。まあちょっとしょうがないかな。一発ぐらいならまあ許しましょう。さて、ちょっと、どうだろうな。前回より良くない流れなのかこれ。そうだな。これどうしようかな。4つだもんね。で、なんとなくこれ雑魚敵も止まらない感じになってるので、ちょっと困ったかもね。エイミーとボットは強かったな、こう見ると。あ、3匹コウモリは偉い。ただね、左側が薄すぎてね、ちょっと、ダメだね。ちょっと左にドラキュラ寄せないとダメだった。ああ、瀕死の重傷。瀕死の重傷を負ってる。さて、じゃあちょっとこのドラキュラ寄せながら、まあ、4つ消しだけどしちゃいましょうか。で、その上で、次は、ここで消そう。
いや、ちょっと戦力が心細いな。あー、また抜けた。ちょっとこれダメだね。まずいまずい。いきなりピンチですね。なんとかしたいところなんだけど、なんともならない。まあ、4つでも消すか。そっちとくっつくからね。で、ちょっとここで5個消し入れて、一旦ね、うまく、ね、止められるようになればまた違ってくると思うんだけど、まあ、これ4つでも消すか。それとも、一旦力を貯める感じにした方がいいか。ちょっと今ね、4つ消しして、2体にしてしまうと次のね、攻撃受け止めきれない気がするので、ちょっとこれやめておきましょうか。で、右側で鉄拳の1段階のやつを、3つ消しして、2段階のやつで5個消しをしたいですかね、次のターンに。まずはここを持ちこたえなきゃいけないから、ね、ちょっとノバで凍結させるか、ノックバックを選ぶか、ノバかな？ノバで凍結させて、時間稼ぎをしたい。OK、これで一旦ここ消して、で、次に、5個消しを入れましょうかね。4手しかないから、1、2、3。あ、間に合うのか。間に合うと逆に人数が減るんだが、大丈夫かなこれ。ちょっと怖いね。後ろの恐怖の魔音先消すか。あ、でも今そうか、後ろで落ちてきて1ステップ増えちゃったね、落ち込んで。まあしょうがない、くっつけてみるか。もうなんか瀕死の重傷だし、ちょっとね、まあ、やれるだけのことはやりましょう。って言ってももう、あと1手しかないから、消せるとこがないとなると、どうしようかな。ちょっとじゃあ、これずらしとくか。さあ。どうだこれ、手数が足んなくて止まらなかったりしないか。なんとか持ちこたえて決めるようなら、いいんだけど、ちょっとこれ怖くないか。あー、ちょっと下のやつ取りますか。恐怖の魔王火力上げ。お、なんとか耐えた。よし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 。なんとか耐えた。6手ある。6手ある。ね、ちょっと待って。でも、これ、結構バラバラで6手だと5個消しまでいけないんだけど。一旦、どっち、あー、でも、そうね。これ迷うな。6手しかないもんね。一旦3つ消しでもちょっと戦力をしっかり、おっと、ラッキー。戦力をしっかり整えたいか。これね、まあ端っこに、ノバ出して、まあ少しでもね、減速効果で足止めできるようにしていきたいかな。で、ちょっと消せない。消せないっていうか、2手しかないから、これ、この並んでる鉄拳と恐怖の魔王を離して、それぞれにちょっとしっかり倒してもらう感じでいきますか。まあでもね、こういう動きしなきゃいけない時って結構自力なんだよね。盤面の戦力が十分整ってないから、なんか配置にこだわらなきゃいけないっていうか、ちょっと今回ダメっぽい気がする。これあれだな、攻撃速度上げるのもありだな。まあでも、ノバをせっかく入れてるから、凍結時ダメージプラス 300% に期待して、真ん中取りますか。ちょっと、あー、でもなんとかなってるね。おし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 。これ一旦回復したいな。そして、わざわざ離したのにちょっとボスそっち側かよっていうね。いやー、ちょっとね、これくっつけてあるドラキュラ戻した方がいい気がする。
その上で、あと2手しかないから、まあ、ノバの減速当てたいから、ここで作りますかね。これでダメなら、ちょっと、まあ、またやり直すしかないかなというところですね。さあ、こいつはね、早めに倒さないと、オッケー！その分裂体がね、突っ込んできちゃうから、あっと、危ない危な危ねえなんとか倒せましたね。オッケー、オッケー、オッケー。これでね、ちょっとね、40しかないから、横すり抜けるやつがどっかで出てくると怖いっていうのはあるんだけど、まあ、それさえなければ、なんとか立て直せるかなと。お、直接変換ドラキュラ、それは嬉しいね。さあ、ちょっと回復したいんだよな。回復、8手、8手あるから、まあ、ちょっとコインで、回復が引けないかどうか、引けるかどうか、初日プラス1。初日プラス1取りましょう。初日プラス1はでかい。こうなるからね。初日プラス1はでかい。で、7手ある。コインの5個消しを先にしたいけど、遠いんだな、みんな。遠いね。かなり遠いが、しょうがない。やられちゃうからね。もう一発ももらえない形なので、ちょっとね、やばい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 。右がやばい。あれこれ右やばいな。アイスストーム凍結 10%。これにかけるしかないか。止まれるマーク。止めてくれ。なんとかなったかね。オッケーオッケーオッケー。さあ、そしたら、回復。あー、最大 HP200 増加か。まあ一応回復みたいなもんなんだけど、攻撃力 15% も欲しいな。まあちょっと一応、200回復しましょう。で、あと2手しかないから、まあ次のターンにノバをっていうことで準備するか。氷持つかな、これで。なんとか、ドラキュラのね、弾幕は結構強くなってきたから、それでなんとかね、抑えられるならいいんだけど、オッケーオッケーオッケー、耐えたね。よし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 。一応これ一回、鉄拳消してみて、あー、意味なかったね。落ちてこないかな、氷がって思ったけど。はい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 。あと2手か。あと2手だったら、触手の5個消し、次やる準備しましょうかね。これこれとして。さあ、ドラキュラのね、直接変換のおかげで、結構ね、守りはしっかりしてきたかなというところですね。まあ、あとはね、ちょっと火力が、不足してて押し切られちゃうっていうのさえなければ、なんとか耐えられるんじゃないかなと思います。さあ、立て直していこう。立て直していきましょう。やっぱ火力ちょっと足んないよな。ああやってなんか仕留められずに残る感じが、火力不足感出てますね。さて、そうだな、これどうしたもんかな。4つ、微妙。後ろでドラキュラ5個消しする方がいいか。まあこっちからずらしていかないと、ちょっと左側がね、今度火力足んなくならないように、調節しないといけないかなということで、中央からずらしましょう、先に。さあ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 。右はまあなんとか、ドラキュラの壁でなんとかなってそうな気もするけど、それでもね、残るね。それでも残るね。出血スタックのがいいかな。ノックバックに期待するっていうのもね。まあ、鉄拳、ああ、でも鉄拳のおかげで左側は、後ろまで来ない可能性もあるね。強い鉄拳が一応前列に並んでるからね。まあ、いいや、後ろでドラキュラ、5個消し入れましょう。オッケー。おー、そうかそうかそうか。4つ。
ああ、そうだね。初日プラス1のおかげで4つになってたから、そのまま巻き込んでいったね。なるほど。ああ、まあこれ、触手ぽいでもいいね。ちょっと一旦これ、やって、3つ消えて、これでね、5個消しを、鉄拳の5個消し前で入れるか。前で、入れましょうかね。まあ、次のターンの頭でもいいんだけど、次のターンの頭に消すのは、こいつらにしたいかなという気もするから、そうだね。まあ、ちょっと準備に下げておこうか。で、準備はするんだけど、魔王縦に揃えちゃうと、その列以外が薄くなるから、まあ、こんな感じの準備にしようか。で、次で1、2ってやってから、4つ消し入れればいいから、まあ、ちょっとこの状態でキープにして、この状態でキープにして、だとするとあと2手でやることがなくなっちゃうから、触手3つ消しだけど消しとこうか。さあ、これでなんとか持ちこたえつつ、次のターンの頭に消せる4つ消しも準備したぞということで、なんとかこれで、ああ、でもドラキュラがちょっと左じゃない、右側ね、さっきより少なくなってるから、弾幕が薄くなってるかもしれないけど、オッケーオッケー、耐えたね。じゃあ、初日プラス1の効果を利用して、ここで恐怖の魔王を、強化していきましょう。よしよしよし、なんか知らんけど落ち込むめっちゃ来た。さあ、ここ、あ、200増加で実質回復、440まで来た。オッケーオッケーオッケー。立て直したかな？立て直したけど、この後が、どうしたものか。あ、でも21ってあるから、まあ、しっかり、ちょ、一旦ここ、余分な氷を処理しながら、ドラキュラの5個消し、次のターンの頭でできるように準備はしたいんだけど、まあ、準備する、んー、そうだね。次のターンの頭でドラキュラ5個消しを入れるとしたら、まあ、これでこっちずらしていって、13手もあるからね。これ4つ消しだけどコイン消すか一旦。で、300回復、最大値200増。どっちがいいかな？微妙なとこだな、これ。ノーダメージの時回復するやつ後で拾えるとしたら最大値200増でもいいなと思うんだけど、まあ最大値200増取るか、最大 HP に応じて火力アップみたいなやつもあった気がするので、それがね、将来的に拾える可能性も考慮するとこれでいいのかなというとこですね。5個5個って消した後に4、これさ、7手、あ、でも7手あるから、先に1、2、3、4、5、6。このターンは後ろで触手消しとくか。で、次のターンの頭で5個消し入れる形にしましょう。OK、これならね、中央の形も結構手厚いかなというところですね。でね、次のターンで5個消し入れる前に、初日プラス1で4つ出てくる。あー、ちょっと待って、なんかすげー隠してる。なんだこの量は。まあでもドラキュラと鉄拳が頑張ってんな。ドラキュラと鉄拳が頑張ってるからなんとかなるかな。はい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 。ね、これね、消すと4つ出てきて、こいつと合わさって5個消しになる。で、次3つ落ちてくるときに、こいつと合わさってほしいから、これさ、こっち後ろ下げた方がいいのかな？なんか間違ってる？5個で消えたときに、こいつは端っこで落ちてきてほしくて、その後4つで消えたときに、あれ？これで合ってる？ちょっと、あれ？四つ消した時にどこに出てくる？なんか間違ってるような気もするが、まあ消しましょうか。はい。あ、合ってた。合ってた。オッケーオッケー。合ってたね。よし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 。
そしたら、次は、6ステップあるから、また後ろでドラキュラご攻撃をしたいから、直接変換してあるし、ドラキュラが1体落ちてくるのをちょっと狙って動かしていくか。落ちてこないね。あー、ランダム2体強化が強いとこに当たれ、当たらない。しょうがないか。まあちょっとドラキュラ落ちてくるの狙いは外れたけど、次のターンはじゃあ鉄拳作りますかね。ほい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 。さあ、今度は結構強いドラキュラが真ん中に来るから、真ん中まで結構しっかり削れると思うんだよね。ただ他がちょっと怖いか。これ鉄拳火力アップ、全体の攻撃力アップ、経験値増加でスキルの回収を上げるのもありな気はするな、ここまで来ると。あー、ちょっと経験値アップ取りますか。これで、もう一個スキル、このターンで回収できたらでかいんだけど、回収できないか、ちょっと回収できなそうだね。間に合ってない。間に合ってないな。はい、まあ次のターンだね。そしたらここも、ごこげしする前に、左に寄せて、これで5、5、3と、よし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 、オッケー。そしたら次は、ノバごこげしかな。ノバごこげし準備かな。なんかこんな感じっぽいね。さあ、あーでもなんか左の列にノバがいないのがちょっとあれか。あーでも恐怖でいい感じに、あーちょっと右も結構きつい。あーこれ結構きついぞ、どっちも痛いか。これ攻撃速度上げる減速、あー迷う、これ減速 21% がいい気がする。あーでも止まってない、きつい、あー食らった、ダメか、うわー、あーでもなんとか、あぶねー、あぶねー、ちょっとこれ怖いねー。7手、んー4つだけど消しちゃう、で4つで消えるでしょ。そして、くー、7手しかないんだよね。そうだな。なんかちょっと次持たない気がするな、このままだと、このままだと。うわ、微妙。1、2、3、4、5、6、7。微妙。ちょっと待って。あー、そこ消えちゃうのか。思ってたのと違うな。いや、一旦コインで、4つ消しましょう。お、3ステッププラスになった。あ、これ行上げるか。あー、でも最大、が100増加するごとにダメージが 10% 増加が、今ね、1600まで上げてるから、これね、60% 増加なんだよね。真ん中取るか。これはこれで強いよな。1、2、3、4、5。あ、ノバのごこげしならできる。ノバのごこげししますか。これでね、だから耐えきれるかどうかだよね。あと1手しか動かせないとなると、大したことはできないが。あーでもこれドラキュラ3つ消し決めとくのはありなのか？次のターンの頭に何消すか次第だけどね。いいものがなければそこを次のターンの頭に消した方がいいって話になっちゃうから。うわー、どうだこれ、これ、
ああ、でもドラキュラのここ石、次ボス出てくるときにね、どこに戦力集中してるかがわかんないから何とも言えないんだよな。くっつけとくか、一応。はい、で、ボスの手前ですね。さあ、耐えきれるかどうか。ああ、でもなんか、今回はうまく耐えてるね。やっぱ 60% 攻撃力上がったのがでかいな。こう見ると。いや、確実に100ごとに 10% アップで 60% 一気に上がってんのがでかいでしょ。急に溶けるようになったじゃん。全然溶けなかったのにさっきまで。急に消えるようになったね。まあ攻撃力 60% アップはでかいか。さあ、それはいいとして、初手プラ1合成があるから、ここでね、ちょっと、ちっちゃく消したくはないんだよね。っていうか、これをくっつけたい。1、2、3、4、5、6、7手。7手かかるじゃん。1、2、3、4。4手でいけるけど、ボスと関係ない方に作っちゃうことになるか、こっちの2匹運ぼうとすると、7手かかっちゃうから、それじゃダメなんだよね。1、2、3、4、5、6だったら間に合うんだけど、それだと、あー、まあでも間に合ってんのか。ん？ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7手。1、2、3、4、5、6手。そうだね。こっちのゾーンじゃないと間に合わないから、しょうがないか。合ってるよね。1、2、3、4。そうだね。これしかないか。微妙。さあ、まあでもね、一応強いドラキュラが、2段目にいるのでなんとかなるんじゃないか。この、20日目のボス自体は OK。 溶かした完璧。19ステップ増加、これはねいったんじゃないかなと思う。ほいあー、でも持ち越しが6か、少ねえな。まあ取ってなかったからしょうがないけどね。取ってなかったからしょうがないのはわかるんだけど、ちょっと少ないですね。ね、どうしようかな。これさ、さっきの落ち込んで初日プラス1って使っちゃった？ちょっと見逃してたんだけど。一応確認で、あー、使っちゃってるね。はい。まあ確認してね、2個出たらそれはそれで、虚しいんだけどね。まあいいや、ちょっとコインの5個消し入れましょう。もう盤面リセット時のプラスは意味ないから、これ、6なのないなぁ。一旦コイン追加取る？コイン追加ね、プラスになんない時もあるんだけど、まぁ、ちょっと6なのがないから、コイン追加取りましょう。コイン追加取って、ここで、そうやって消せば、また5個揃うから、消せますね。直接変換魔王 OK。まあ、こういうのがね、しっかり拾えるんであれば、コインね、プラスしたのは当たりかもしれん。っていうか、今のはちょっと、ごこげしたかったのに、しっかり見てなかったから、落ちてきて消えちゃったよというパターンですね。はい、オッケー。またコインが5個揃ったけど、微妙に消せないね。となると、一旦ここでドラキュラ5個消し入れて、あ、しまった、巻き込んで消えちゃった。コインを増やそうっていう話をしたかったんだが、コインは巻き込んで消えてしまいましたよと。仕方ないな。でね、コインもね、5個消しした時に先端に、左側にできるから、縦で5個消ししたわけじゃない時には、左サイドにね、コイン寄りがちになるので、まあ、ちょっとね、まあ、集めにくいこともあるという感じですね。まあ、これはでも、後ろの列で消すのが早そうかな。はい、オッケー。お、斜め入れ替え強い。斜め入れ替えはめっちゃ強い。斜め入れ替えさえあれば、これね、本当だったら 1,2,3,4,5 手かかるところを、1手2手で、もう、5個消しが作れちゃうよと。3手目で、5個消しできるよということでね、かなり、短縮できますね。ここも、1手2手3手で5個消しコインできちゃうので、いいっすね。斜め入れ替えがね、やっぱり、なんだかんだ強いよね。
あ、これ体力回復しましょう。オッケー。で、ここなんかもね、氷1、2、3手かかるところ1手、2手で、5個消しできちゃいますよと。いやー、頼もしいな、斜め入れ替え。本当にね、斜め入れ替えは頼もしい。ただね、これね、斜め入れ替えに、ね、慣れまくってからね、新しいゲームが始まった時に絶望するんだよね。めちゃめちゃ手間かかるみたいな。こことかも、1、2、3、4、5手。まあ、これはちょっと手数かかるか。ん？ちょっと待てよ。1、2、3、4、5手。ああ、まあ結局一緒か。これはちょっと5個消したいとなると手数かかりますね。6手あるからまあ5手だったらいいっちゃいいんだけど。ん？あ、5手でもいけるのか。こっちこっちでやるなら5手でいけるんだ。はい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 。となると、残り2手の時に、コインが出てきて、まあ、次のターン持ち越しか。ちょっと待って。次のターン持ち越しだと、うっかりね、次のターンの頭で消しちゃうと、初日プラス1無駄にしちゃうから、ここね、5個消しか、なんか強い消し方の準備をした方が良かった。失敗したな。まあ、ドラキュラ5個消しがね、できなくはないので、それをやっていくか、まあ、もしくはもっと育ってるやつだったら3個消しとかでもいいんだけど、これ消しますか、次のターン。2個出てくるからね。ってことで、じゃあ、これでいいのか。結局5個消しの準備みたいになっちゃったけどね。オッケーオッケー。十分耐えてますね。っていうかね、これね、わかった。やっぱり攻撃力が 60% アップしてるから、今までね、めちゃめちゃ硬かったのが柔らかくなってる。ということで、まあ、初日プラ1を使って、鉄拳、レベルマックス作りましょう。さらに、コイン5個消しをして、7ステップ増加ですかね。取っていく。さあ、13手あるから、そうだね。13ってあるから、まあ、ここで5個消し入れるんだけど、まあ、ちょっと寄り道してこうやっておいてもいいかなって感じですかね。これで縦で一気に、バンバンバンと、5個消し連発がね、縦バージョンできましたね。ね、これはま、ノバの5個消し入れましょうか。はい。こういう時にコインがね、本当だったら4つ消しできたのにっていうマイナスにはなっちゃうんだけど、まあ、これはちょっと、しょうがないね。受け入れるしかないね。5個消しでコイン出るやつ選んじゃってるから。次は8手。8手あるが、これ5個消し入れたいんだけど、なんか、配置が絶妙に悪いね。絶妙に悪いな、これ。1、2、3、4、5手。斜め移動ありでも5手かかるもんね、これ。ひどい話だね。はい。まあ、しょうがないかな。3手ある、1、2、3。まあ、でもコインの5個消しまで、このターンのうちにできたのは良いかなというとこですね。さあ、次のターン頭の、プラス1何に使おうかなというところですが、何に使おうかな。魔王の4つ消し入れるのがいいのかな。まあこれ出血スタック取りましょうか。オッケー、耐え切ったね。ここの4つ消しかな。6手あるからいけるでしょう。ただね、うっかりね、先にこいつをね巻き込んで消しちゃうと初日プラス1もったいないことになるから、そこが揃わないように慎重に揃わないように慎重にいかねやならん。となるとこっちの、あー、そうね、これ 1,2,3 1,2,3,4、まあ、4ってジャストになっちゃっても、もう一つおまけでいく方がいいのか。どうだ、 1,2,3,4 って、そうだね。こっちで行きましょうか。
パンパンってやるより、あの、回り道だけど、パンパンパンってやった方が、一応ね、あの、鉄拳のブロックも2つ作られるから、そっちの方がいいってことで、合ってる？ちょっとどうかな。まあ、これで、OK。よし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 。で、4手まで復活する。じゃあ次のターンは鉄拳の5個消し入れましょうかね。ほい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 。まあドラと鉄拳が、2体でね、うまく削ってくれてますね。恐怖の魔王の火力が思ったより今回は狂ってないけど、敵の数がね、多いから自陣に侵入してくる数がね、他のステージに比べて多いということでしょう。オッケーオッケーオッケー。これ1、2、3手かけてこいつを移動させておく価値があるかどうかなんだけど、まあ5個消し5個消し、あ違う、危ね、無駄なことするとこだった。コイン出てきちゃうから5個消しにできないんだね。じゃあ普通に、うん、これでいきましょう。危ないところだった。一手どころかかなり無駄にするところだった。まあこれそうね、いいか。ここ、おー、ラッキーラッキー。5個消しをするためにね、ちょっと、3つ消し、挟んじゃうのやむを得ないかなと思ったら、落ちてきたやつでね、すぐにできたんで、ラッキーでしたね。これはどうしようかな。まあ、こっちに、寄せて、5個消しする。次のターンで、遠いな。次のターンの頭に消すやつ。ああ、でも14ステップあるね。14ステップあるから、まあ、一旦これ4つで消して、ああ、3つで消えちゃった。ちょっと、落ちてくのをちゃんと見てなかった。15ステップあるから、これはコインの5個消し入れますかね。OK。あー、ノバ、さすがにノバの変換取るか。まあ、城の HP50% 未満の時ダメージ 40% 増加含めたらね、100% 攻撃力アップってなるので、もう一番下を取ってしまってもいい気はするんだけど、まあ、なんだかんだ言ってね、直接変換も強いからな。これこっちかな。まあ、ちょっと迷った、今のは。なんかどっちもありな感じはしたかね。したよね。そうなんだよね。こことかもさ、こうやったらさ、これ落ちてって4つで消えるとかっていう話があったのにさ、コインのせいでないっていうね。あ、でもここはこうやるとね、同じことできるんで、そう、こういうことはできますね。オッケー。さて次は、まあここで消しますかね、5個消し。でだ。8ステップあるから。ああ、まあ一応変換しましょうか。直接変換じゃないけど。一発ですけどね。はい。まあ、ここまで来ると結構、盤面はいい感じ。14ステップある4つ消しは次のターンの頭にするようにして、ちょっと、準備だけしようか。で、残り9ステップで後ろの方でなんかわちゃわちゃやっていきましょう。まあこんな感じ。で、6手あるから、1、ああ、しまった、間違えた。ちょっと ずらすの先だった。今5個消しようとしたのにね、先に3つ揃っちゃったっていうね。ちょっと集中力が、なくなってきてますね。まあ、しょうがない。そういう時もある。まあ、ちょっとね、前の方、ああ、そっか、5個消しできんのか。あれっていうかさ、5個消し、ああ、そっか、コインのせいで、ちょっと5個5個って消せないんだなーってなると、逆側か、逆側にこれ寄せとけばいいのか、12手あるから、こっちにずらした上で、こっ
ちにずらした上で、端まで避けていけば、まあ一応ね、次のターンの頭で5攻撃した時にもう一回5攻撃のやつできますね。まあ結構ターン数、手数消費したけど、それだけ手間かけた意味はあるかなというとこですね。まあこのランクのドラキュラでね、5攻撃、無駄なくできるのはでかいからね。まあ2手あるからここ消して戻して、次のターンでしっかり消していきましょう。まあここまで来ればさすがに仕上がったと思う。よし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 、いけそうですね。いや、しかしすごい数来てるね。オッケーオッケーオッケー。さあ、じゃあ横一列に揃ったドラキュラたちをみんなくっつけちゃいましょう。オッケーオッケーオッケー、レベルマックス。レベルマックスドラキュラできればかなり、強いっすよね。で、5攻撃を決め込む。直接変換か19ステップか、行追加か。直接変換一応取りますか。これで全部直接変換取ったので、まあコイン以外は、全部戦力が落ちてくるよと。いう感じですね。オッケー。さて、これはどうしようかな。まあ、出血スタック取っていいか、鉄拳のね、攻撃力上げるっていう選択肢もありそうですけどね。まあ、出血ダメージで、前に進めない間にも出血のダメージ入っていくから相性はいいかなというとこですね。で、初日の5攻撃は、でもノバでやるか、ノバでやりますかね。はい、おー、ラッキー。今のはラッキー。あーと、コイン消えちゃった。まあ、コインの方はね、3つで消えてくれない方が5攻撃ができたんですが、まあ、しょうがないね。次は、4つ消ししかできない4つ消し、まあ遠いけど、4つ消しだね、これだと。だから、まあコイン4つで消しちゃおっか。お、行追加出る。まあ行追加とかが出るんだったら似たようなもんだったね。4つでも5つでも、大した問題じゃなかった。次は、8手あるから、まあ5個消しもう決めちゃいますかね。あ、しまった、癖でやっちゃった。今のは意味なかった。むしろ、だから5攻撃連続でやりたかったら、こっちでやらないといけないよねっていうことですね。はい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 。さて、そして、ここは、あと4手ある。そうか。次のターンに持ち越しだったら、ちょっと、せっかく揃えても微妙だったな。前で消しちゃうとずれるからね、どうしても。まあ、これかな？コインね、5個消しの準備してたやつはちょっとずれちゃいますが、初日プラス1の恩恵の方がでかいでしょうということで、鉄拳を前列でね、消していきますかね。はい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 。まあ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 。OK でしょう。パンダが恐怖で逃げ惑ってる。さて、じゃあ、4つ消し入れまして、レベルマックス作れた。そして、コインの5個消しを入れましょう。コインの場合はね、T 字で消しても、ロスがないんでね、いいですね。で、5個消しの宝箱なのに、なんかあんまりいいの入ってないなということで、ステップアップしておいて、3つ消しの方は、あんまいいの入ってないね。ステップ上げておきますか。で、次のターンの頭に何消すかだけど、これだとちょっと微妙だな。まあ、5個消しとりあえずしといて、8手ある。
オッケー、これも5個消しちゃうか。ちょっと待って、7手か。こっちもまた5個消ししておいて、そうだなだんだん盤面、狭くなってきたな。ちょっと待って、3手か。まあ、こいつ寄せていきますか。そうね。縦で5個消し入れましょう。オッケー、これはノックバックじゃないな。出血スタップ取りましょうか。よし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 。いいぞいいぞ。で、これを寄せていって、5個消しする。で、まあ、次のターンにね、4つ消し、恐怖の魔王で入れましょうか。一旦、後ろで、ああ、違う。よく、手数確認せず動き出しちゃったけど、後ろでコインをとかって言ってる余裕はなかったね。じゃあ、ここで恐怖の魔王を次のターン4つ消しする準備をして。お、なんか、狐が出てきた。何世紀に生きていた狐。ああ、ちょっと待って、すり抜け系じゃん。危ない。ちょ、危ねえ。こんなところで、こんな快速の狐が出てきた。なんてやつだ。おっと、また来てる。おーしよ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 し。危ないね。ドラキュラでなんとか耐えてますけど。狐怖えー。いや、まさかね、もう28日目まで来て、もうゴール目前のところで、すり抜けて来られるとは思わなかったよ。びっくりした。よーし。さて、4つ消しする。これでレベルマックスできる。じゃあ次は、コインの5個消し入れて、15ステップ増加、ダメ押しの戦力アップができそうですかね。ダメ押しの戦力アップ、決めていくとしたら、まあ、ここの5個消しかな。はい。5、4という形で、で、14ステップまだあるから、この5個消しも入れて、で、まだ14ステップあるよということで、一旦コインの5個消し挟みまして、1日のステッププラス1はもう29まで来ちゃったら、2手アップしかならないから意味ないので、7ステップアップ取りましょう。16手ある、まあ、16手あるなら、5個消し決まる。さらに、先に5個消ししちゃうのはありか？ちょっとね、右側にこいつら寄せるっていう余裕は、13ステップだとないかな。あ、いや。1、2、3、4、5、6。なくはないな。じゃあちょっと待てよ。これ、寄せて、10手。で、こうして、間に合ってるね。オッケー。はい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 。おっと、コインは消えてしまう。まあ、ランダム強化、強いとこ当たれ。ああ、微妙だった。まあ、4つでいいから消しちゃうか。こいつの5個消し入れますか。そうすると、またコイン5個消しできる。OK。後ろで5個消しも起きる。まあ、9ステップアップ。さて、ここはどうしようかな。まあ、こんな感じか。そして、こうして、5個消しができる。
ノバのレベルマックスも作れましたね。で、これはね、どうしたもんかな。ちょっともう一旦ここ4つで消して、5個で、消しましょう。OK。そうか。5個消しした後、1つ上になっちゃうから、あれだったか、失敗だったか。1,2,3,4,5。うん、5手だからちょっとダメっすかね。あ、違うな。これ3つで消しちゃうってやれば、あ、間違えてる。そうか。落ちてこないのか、このコイン1個は。1手短縮できるかなと思ったけど、全然そんなことはなかった。だとしたら、3手しかない。3手しかない。それ微妙だったな。次のターンの頭にコインの5個消しは入れたくないから、結局こいつを、最後のターンの頭にやることになるんだけど、そうするとコイン5個消し準備してもずれちゃうから、これむしろこういう感じにしておくのか。うん。そうだね。これで、あー、キツネ怖い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 。ちょっとキツネだけ怖いな。まあ割と盤面仕上がってるから、なんとかなるとは思うけど、うわー、キツネやめて。あー、一発すり抜けた。やっぱ怖え、キツネ。あぶねー。はい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 、まだ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 。キツネは文句がない。キツネは文句がない。キツネさえ来なければ、別にあとは何が来ても、耐えてくれそうだけどね。はい。で、ここで、最後のね、三つ消し。で、三つ消しになる、四つ消しになる。オッケー、完璧。今更かよ、ノーダメ200回復。これ意味ないから、ランダム強化しましょう。で、8手ある。8手あるなら、1,2,3,4,5,6手もかかるのか。宝箱消して、またノーダメ200回復、今更来てるけど、攻撃力上げましょう。で、あと3手か。あと3手だったら、一応、ノバの5個消しできるのか。しておくか。ダメ押しで。で、鉄拳消して、ボスですね。さあ、目をそらすなよと言っているが、もうこれは勝ったでしょう。オッケーオッケーオッケー。これは楽勝。オッケー、ステージ22、2回目の挑戦ですが、無事クリアすることができましたね。キツネが怖かった。ひたすらにキツネが怖かった。でね、結構ね、まあ、倒せずに、まあ、硬いなって言ってた時があったんだけど、100HP 最大値上がるごとに 10% 攻撃力アップ拾った、時から急に柔らかくなったね。あれ 60% 攻撃力アップしたんで、攻撃力アップも結構バカにならんなというのが、今回の感想ですかね。動画内でね、広告見たくないが勝利の宝箱を開けたいので、今回はね、この場面で終わりにしようと思います。まあ、ステージ29にまたチャレンジを切り替えてやっていこうかなということで、今回はね、終わりにします。まあ、無事ステージ22クリアできて、よかったです。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。